どうもこんにちは、陽平です。毎度私のチャンネルをご覧いただきありがとうございます。はい、今日はですね、レッドイングが欲しいけど、脱ぎはぎが面倒とか、あとサイズ感がわからなくてまだ購入に至れていないっていう方に向けて、動画を作りたいなと思います。はい、というのはですね、コメントをいただきまして、このようなコメントをいただきまして、なんだろうな、このような悩みとか、なんだろう、ハードルがあって、まだ購入に至れてない人って、結構、日本で結構たくさんいるのかなって思ったんですよね。はい。なので、購入に至れてない方、のなんだろう、ちょっと少しでもね、サポートっていうか参考になるような内容になればいいなというふうに思っております。はい。で、聞きました。僕レッドイングの営業の方に聞いたんですけど、こういった悩みの人、悩みをお持ちの方、がに対してレッドイングだったらなんていうふうにアドバイスしますかっていうふうに、聞いたんですけども、結論から言います。サイジングがわからない方に関してはやっぱり試し履きが一番だと言ってました。これまあめちゃめちゃ当たり前ですね。はい。それで納得して判断してくださいっていうふうに言ってました。で、おそらくなんですけど、脱ぎはぎが面倒っていうことの要素の方が強くて、脱ぎはぎが面倒だって感じるからちょっと購入に至れないっていう方が、なんだろう、至れないっていうのが結構大きな理由として占めているのかなっていうふうに思ったんですけど、であればやっぱサイズ感、ワンサイズ上、ワンサイズ上のゆとりあるものをチョイスしてくださいっていうふうにおっしゃってました。はい。で、とはいえなんですけど、そのゆとりあるものをチョイスしたからとはいえ、スポッと履けてスポッと脱げるようなものではないなっていうふうに、根本的にっていうふうに思います。僕の場合レッドイングはやっぱ紐があるタイプであれば、もうそれはなかなか難しいんじゃないかなっていうふうに思います。なので、どこかね、受け入れなきゃいけない部分っていうのがね、出てくるんじゃないかなっていう、ところはあると思います。はい。なんか諦めるじゃないですけど、なんか我慢するところっていうのは出てきちゃうんじゃないかなっていう感じですかね。はい。なので、近場にある、レッドイング扱ってるお店に近場にあるのであれば、まあやっぱり試し履きしてくださいっていうことで、近場にない人がもういらっしゃると思うんで、その方に向けて、アドバイスというか参考になればなって思うんですけど、根本的にブーツって、大きめな作りになっているんで、私の場合だとスニーカーとか26センチとか履いてるんですね。ナイキとかアディダスとか履いてるんですけど、僕今履いているブーツは 25.5 で履いてます。で、今お話しするサイズのものに関しては875とか879とか8173とか8875っていう、なんだろうな、モックトゥータイプ、モックトゥータイプのお話をするんですけど、これがだから E-WISE か、E-WISE で、普通の幅広サイズっていうんですかね。で、僕は 25.5 センチを履いてます。で、その 25.5 を履いてたとしても、結構ギュッと絞る、紐で絞っても、わりかしゆとりはあるなっていうか、縦の部分は全然普通なんですけど、遊びがあるっていうんですかね、それぐらいだから大きいかなっていうふうに思います。はい。そんな感じなんですけども、いかがでしょうか。少しでも参考になりましたでしょうか。これでね、購入するね、ハードルが下がればいいなっていうふうに思っております。で、買いに行ける近場にある方はね、ぜひ試し履きしていただいて、なんだろう、近場にない方はね、またね、分からなければコメントいただければ僕お答えするんで、できるだけその、精度をね、高めていけたらなと思っております。はい。
でね、まあ、何よりね、ちょっと僕このねこうコメントを、ね、こう5年ほど欲しいと思ってるけど変えてい いない状況なのかな。なんかこうそれはなんかこうあーなんか悔しいなっていうか、なんだろうな、こうやっぱりこう買った後のこう楽しみもやっぱあるんで、ぜひねこう購入していただきたいなっていうふうには素直に思いましたね。はい。なので、まあ、ちょっと、まあ、コメントいただいた方は本当にありがとうございます。すごく、考えるいいきっかけをいただきましたので、本当にありがとうございます。はい。でね、まあ、当店の話なんですけど、当店でもやっぱりサイズ感わからないっていう方であれば、あの2サイズオーダーして試し履きしてもらえるようになサービスを行ってます。例えば 25.5 と26センチを取って、まあ、どっちかを履いてもらって、こっちっていうような選び方をしてもらえればなというふうに思っておりますとか、そういう体制を整えてますんで、まあ、近場の方、小田原近郊の方、まあ、ぜひ、ご利用いただければなと思います。はい。ですね。はい。今日は以上となります。ありがとうございました。